はい、てのひらゆがと、もみのき、ひかるでございます。皆様どうも、ごきげんよう。ようはい、はい,はい。やってまいりました。<ー>今年も、今年もじゃない、今月も。今月ですよ。はい、うんえー。来月のスカイステージさんのおすすめを勝手にご紹介してさせていただく回でございます。うんうん、イエーイ。イ 楽しみ。はい、もう来月は何月ですか。11月ですね。11。はい、今年もあと2ヶ月でございますが。早すぎます。はい、そんなこんなでこはい今回もね。TCA プレスさんねここにあるので、手のひさんもねそれを見ながら。そうです。え私たちのおすすめをご紹介していきたいと思います。無料開放日ですね。ほう。こちらが11月5日の日曜日でございまして。日曜日でございます。はい、内容はと申しますと。 エルハポンアクアビーテうんアクアビーテよかったね。最高。ね、大好きです。あとはねヤマトユガさんのディナーショーがござったり、うん、ほう、えブラックジャックの許されざるものへのバンカーあれですねミスザキさんのブラックジャック。 めっちゃ好きなんよ私めっちゃ見たのよあれ何回も何回も松さん若かりし日の綾風咲菜様もそうやいいお役されてて若いそう足が悪いお役なんだ。不良のねそんなのがあったりこれはちょっとご覧いただけない方いらっしゃるかもしれないんですけど「早急のスバルの東京新集落が初 放送。そうそう,そうそう。となっておりますね。来ましたね。いや、嬉しい。大好きやん。もう。<laughs> うまたあれ。<う>あれまたあれが見れるの。嬉しい。嬉しいよね。うん すごかったです。なってたもう壮大なね中国もののお話なので、うもうぜひもう見ていただきたいですね。そして最後には森木明さんディナーショースーパーコレクションなんかもありますね。<ー>なんかすごいよね。第一真央様から峰沙織様、はい。大浦水樹様、森木明様、鈴鹿千麻様、久住聖佳様、高根吹雪様、はい。加代様、有明紀ノハ様、なるぐせ幸喜様、前向希様、<laughs> 朝日咲様、しずけさ。ねもうもう七つ星スター様のディナーショーがずーって放送されるんですよね。すごいんですよ。 娘役さんのねミュージックサロンなんかもございますしこれすごいねすごいねあとまあ雪組さんがねプレ100周年ということなので雪組さんの特集結構やられてるのでほらまた「忠臣蔵」もござるよいいね何も思い残すことはござらぬ「忠臣蔵」もございますしあと「玉浦の木」すごくと「イナモね平美智さんの「こないな あのちょっと見たいよねっていう話をしてたからね<う>すごいタイムリーで嬉しいよね、うん、ねえそして忘れてはいけない90年代は仮面のロバネスクゴールデンデイズでございます、うん、高根文樹さこれは何度でもご覧いただきたいやつよねそうねあの何回も見て復習して頭に叩き込まないとダメなやつね <laughs> そうらしいですだって好きだもん高根さん好きだよねうん ほら、それとかさ、高値ふ、ちゃちゃちゃだも、ごめんなさい、高値さんに <laughs> <す>、好き好き好きすぎて、<laughs> きすぎて高値さんって言ってしまった。<laughs> あの、浅見玲様の羽ばたき黄金の翼とかあ。ありますね。うん、八十年代ね。はい。さりゆし、さりゆきし君がために、右は夏子さん。八十年代。右はの夏子さん。ね、浅見玲様が二番手の時でいらっしゃるのかしら。雪踏みないね。そう。では、あ。<ー>なんかすごいね。うんはい、あるよね。その八十年代のもね。 ありますよね。うん、これ懐かしいって見られる方ねいんじゃねねうん。あと私大好きな愛燃えるローズガーデントドロキュー様ね出ました。はい、ああ愛は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 燃えて燃えて燃えてゆーくーっていうね。もう愛が燃えまくる歌です。<laughs> 愛がひたすらに燃える歌ですね。絶対するできるよねこれは。でき品、でき品の。これね日本ものですしぜひあのあの雪作品なので見てください。雪組よねこれもね。そうですね。結構バーホールバーホール特別東京特別公演とかもね結構放送されるので。はいはいはい。ほら大好きなはいはい真中あゆ様が好きになったきっかけの。そうです初めてあ。 愛した,愛した音月慶様主演のねこれがねあの正塚先生の作品なんですけども、うんうん、ちょっとハードボイルドなねそうなんですよで私もこれすっごい好き,っちゃ好きやったこれもう先様がさあ <laughs> 悪い <laughs> めっちゃ悪い役やね <laughs> すっごい悪いね金持ちのボンボンの役するんですよそうやねーもうアヨッチをねストーカーしてストーカーしてみたいなねそう大好きすぎてね,ねそうよ 思い出すわこれ。でもさこの音付き計算めちゃくちゃかっこよかったよね。カメラマンなんですけど、で上出来のスパイスナイパーっていう。そ二<う>つの顔があるってね。もう物語が最高面白いよね。めちゃくちゃ面白い。面白です。うん、これはぜひおすすめぜひぜひおすすめです。そして私のねですけシルバーローズクロニクルもあるんですよね。 いつも言ってるんですけどね、これね、これ綾部樹真央さん。綾部樹真さんと大月さよさんのシルバーローズクロニクル。も大好きなんですよコメディよね。こっち、どっちかというと、コメディ面白いです。面白いけど、いい話みたいな感じ。うん、でも、ぜひ、ヴァンパイアの話ですね。ね。うん。見ていただきたいですね。はい、はい、はい。いや、高城圭さんのアメリカンパイとかもいい話なので。 ぜひこれも見ていいいたただきたいあはい、あとはあと私のまたあのおすすめの作品がございまして「はいえー、夢の音楽会」ですね,、うん、あ,ねありまして、うん、11月はなんとね私の大好きな「大空夕日様と」とあと「ほおずきあんさん」なんですよ。 すごい組み合わせじゃないもうこれは宝月さんがトップになるときは、はい、カサブランカってお披露目っていうのを決定やね。うもう私はもうそう思いたい <laughs>、ね。ずっと言ってるもんね。そうなんですよ。うん、でさっきね、あの、うん、銀ちゃんの恋で、はい、ね宝月さんがやるのもいいんじゃないみたいな話な、ね。そうなんですよ。風間ゆのくんのやつでや、ね。そうそうそう。<laughs> う出来上がったよね。出来上がった。<laughs> 何歌うんやろうとか思ってめちゃくちゃ楽しみでございます、ね、いやこの、うん、この番組すごいもう、ね、好き好きダルレイクがあったやんあそう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 朝地先様のダルレイクの恋が恋あるんですよ、うん、みんな大好きダルレイクです <laughs> 星野由美さんとねそうすごいねダルレイクがあってロマネスクがあって、うん、すごいねすごいんですよ で、あの最終日にエールの残賞もあるんですよ。データありがとうございます。あ、でもね、これこの間の谷村信二さんお亡くなりになられたので、ある意味ツイートですよ。タカラスカファンからのっていうか、確か主題歌を作ってくださってね。いい曲なんですよ。風のシャムロック。天の海にまでっていう声ね、あまあ見にかけたね。天の海っていう歌詞がもう入ってるんでしゃれ込んでるわ。 しゃれ込んでるわ。<laughs> これがすごい好きでした。確かに。ねうん、嬉しいよね。そういうところに何か心配りがあったっていうのが、うん、楽しみ。うん、あと、はい、サムライもあるね。皆殺しの谷先生のサムライもあるね。<laughs> これおとずきけいさんですよ。これそうこれ。これ何回も言ってると思うんですけど、私たちクリスマスイブにね、二人で見に行って見たんですよ。ね。 で劇場出て、なんかあの、もうほぼほぼ主役の方以外は、皆さんね、んあのやられちゃうんですよ。<laughs> で、二人ではクリスマスに見る作品じゃないよねって言いながら。こうちょっと斜めになりながら、ラーメン食べて帰ったって、いうクリスマスイブの思い出ですよね。あ <laughs>、いい思い出やったね。いい作品なんですよ。うん、うん、ただクリスマスには、ちょっと悲しっとかった、うん、寂しかったっていうだけの話ですね。<laughs> 冬がすみのパリっていう、十朱星亜様の。 ほう、ドラマシティがもう放送されるんですね。まあ去年だったんですね。この作品。早いよね。それ。早い。だって、聖のあすか様の舞姫ももうされますし。そうなんや。ね、早いよね。ね。うん。舞姫もさ、前の初演の方とかが見に来た言ってね。そうよね。再演あるあるみたいな感じでね。はれいさんとかね。うん。そうよ。そうよ。いいよね。 そして、うん、あれですね、うん、私大好きあの紫吹潤様バラの封印もございますしあるんですねありますよ轟優様バッカスと呼ばれた男華麗なる千拍子もございますよ <laughs> すごい99年ねあとは浅見潤さん義経陽子無限桜だったり、うん、辰う様か和ほ様音月い様が3人主役みたいな感じでねホップスコッチだったりそ<ー>れ大竹徹先生ですねう、まあ、さんの送られなかった手紙とかね結構なんかあの,その東京特別公演か ね、放送されてる感じですね。もみの木さん、歌方の声。あら、言ってないよね。歌方の声もございます。あさじさきさんと白木彩香様のね。最高です。もう、これをみずして。彩香様は語る、だから。なるほどね。ぐらいの可愛さがね、もう満載。ね。あ、これ返っとる。ね。うん。これは見なきゃ。はいはいはい。何回でも見ないと、これは。ね、うん。何回見ても勉強になるから。 勉強になる。娘役の勉強になるってこと？うん。もう様の魅力を体内にこう染み渡らせるための勉強になる。彩様の勉強ね。あ、そう。彩様の勉強になる。そう。そういうことよ。そういうことで。あ、彩様の可哀想メネル勉強になるわけ。そう。面白いね。一番手っ取り早いのが歌方の声。なるほど。へー。へー。へーよ。そしてあれ忘れてはいけないのがあったね。 これ言わないと。茜さす紫の花もがまだありますね。一郎牧さんバージョン。マーベルエトワール。マーベルエトワール。いいよねあれ。あラショーすごい好きやねんけど。じゃあアラショーの中でさクマでクみたいな出てこなかっそれはサジタリウスで。オリジナルも。わかるわかるわかるよ。わかるよ。あえて遊ぶのが多かったからさ。そうねあの時のね一郎さんたちのショーってね楽しいもんね。アドリブがすごかったからね。うん。 そんな感じでございますかね。ね<ー>。まあ、他にも本当ね、たくさんね、十一、うん、月も魅力的な作品が。ございます。目白押し、なので、あの、皆さんそれぞれね、うん、なんか楽しそうなやつ見つけて、見ていただきたいと思います。し、うんはい、あの、ご加入でない方はね、うん、また。 そんな作品がござったのかと私たちの動画を見てね、なんなんとなく思いを馳せていただけると嬉しいございます。はい。そして番組表はまた貼っときますのでね。はい。で、ご加入の仕方ですね。あ、まず新設そう。まず設切。スカイステージの。んなんだ私たちスカイステージさんのマーシモンなんということよね。え、嘘や。知らんけど、私聞いてないけど。 え、もしかしてテロヒーそうやったんか。じゃん。銭 <laughs> もらっておりません。はい、勝手に紹介してます。<laughs> はい。<laughs> それではテロヒの有難とまみのきひかるでございました。<laughs> はい、来月も宝塚ライフ楽しみましょう。ょうバイバイ。バイバイ